はい、こんにちは、佐々木とるです。コインポストさん向けのですね、動画講義ということで、ちょっと新しい取り組みでですね、あの作成させていただくことになりましたので、お付き合いいただければというふうに思います。佐々木とるというのをですねご、ご存じない方もたくさんいらっしゃると思いますね。あの簡単にですね、あの3秒ほど自己紹介をさせていただければと思いますけれども、はい、あのここ下というところでですね、受講生の方向けに動画の講義の配信であったりとかですね、作成の方をさせていただいております。えもう狙いはこれですね、時間と収益を自分で作り出す人を増やす枠増やすということをライフワークとするということです、ね ずっとやらせてていいただいておりますできれば、もうずっとね、使えるような内容がいいんではないのかなというふうに考えましたので、これはですね、ビットコイン急騰急落前の癖という、こちらをですね、まあ、あの、どうにかですね、見つけるヒントみたいなのね、できればなというふうに思いまして、動画の方を作っていきたいと思っているんですけれども、ビットコインね、よくありますよね。なんかこう、ずーっと上昇してて止まったって思ったら、ドスーンと落ちるとか、落ちるしかないようにね、見せかけておいて、最後の最後でスポーンと上がったりとかですね、 ここあるんでですよねで、まあ、それを分かったと動きっていうのをですね事前に何か捉えられるんだろうかっていうようなところをですねちょっとまあ動画の方でやっていきたいなというふうに思うんですけれどもおそらくですね一つのヒントとしてはやっぱり出来高になるのかなということですねあのもちろんですねそのチャート上の値段の動きであったりとかっていうのは大切なんですけれどもただ値段っていうのは結構 結果でしかないので、例えばサッカーで言ったらですね、ボールが動いてるっていうのは結果であって、その動かしてるのはですね、そのプレイヤーがどこにいてですね、フィールドがどういう風な状態になって、で、お互いのプレイヤーがですね、どういった力関係なのかっていう、そういったところで出てくる結果なんですよね。もっとね、根っこの部分を見てやって、 た方がですねヒントになるのではないのかなということでですね出来高を取り上げてみたいと思いますまず大事なのこれなんですよねはいあの信頼できる取引所のデータを見るということででやっぱりあのクリプト新しい業界なのでそのいろんな取引所がですねまぁ、あ、日本はかなりまあ規制されてますけれども海外の取引所とかを見るともういろんな取引所を店山瀬の取引所がいっぱいあったりするんでトレーダーを集めるためにですね出来高を自分ところのボットでですね回して運営がですねその水間 ししたたりりているるところっていうの結構あったりすすんですよねそれ問題になったりしたことがあるんですけれどもですからできたかっていうのはを見るべきに最初にやるべきはですね信頼できる取引所のデータを見るってことですねもうあの偽のデータを見てですねそれ判断しても何の意味もないことなんで、はい、あの実際に信頼できる取引所のデータを見ることが大切ということですねはいであとはですね2つ目これ変化の予兆として考えるということであのその次にビットコインが上がるか下がるかっていうのはこれ誰も分かんないんですよねそれよりはです、ね、変化が来る でそれが急騰かもしれませんし急落かもしれませんし急騰に見せかけた急落かもしれませんし急落に見せかけた急騰かもしれない変化が来ることっていうのが分かっていればです、ね、例えばトレーダーさんであればポジションの調整をするであったりとかあと投資家さんであればです、ね、仮に急落が来た場合にそのビットコインを買うためのですね資金を事前に準備をして取引所に送っておくであったりとか、まあ、備えができますよね、はい、でそれがやっぱり一番大切なことかなというふうに思いますので、まあ、そういったことを変化 予兆として捉えるとこういうにうにね考えていいいいいいいただければいいんじゃないかなかととうふうに思います、えー、ということで、じゃあ、信頼できる取引所のデータってどこなんでしょうかっていうと、おそらくいろいろあるにしても、やっぱりですね、CME ですね、はい、シカゴマーカンタイルエェンジ、米国のデリバティブの取引所の採用手になりますけれども、ここがビットコインの先物の,の方ですね、取り扱いをしています。こちらにリンクの方は貼ってあるので、まだご興味のある方は見ていただければと思いますけれども、こちらに出て ているのがで、すねこれ出来高ですねで出来高の大きいタイミング、小さいタイミング、大きいタイミングということで、いろいろあるんですけれども、まあ当然ですね、出来高がでかいタイミングっていうのは値段の方がですね、どーんと跳ねたりとかですね、急落したりとか、えー、そういったようなことでですね、その出来高が跳ねるというようなことですね。で、値段の方の動きがだんだん緩くなってきて、ボラテリティ、つまり値動きの幅っていうのが小さくなってくると、参加する人の数が減ってきて、出来高の方が、まあ、あの、シュリンクしていくというか、 小さくくななっていいとと、まあ、そうううような傾向があるってことですねじゃあ、出来高のどこを見るかっていうことなんですけれども、まあ、一つはですね、この跳ねたポイントを見るっていうのは、もうこれはもう誰もが見ることですよね。どこの場所で最も出来高が、まあ、出来高ができたのかっていうのはですね、これはもう誰しもが見ることであって、まあ、これはこれでね、いろんな活用の仕方があるんですけれども、これなんですよね、出来高がどこまで伸びるかっていうのはですね、これ分かんないんですよね。例えば、じゃあ、今月だけ見れば、あじゃあで例えば、じゃあ、そうですよね、まあ、2万枚ぐらいですね、こう出来高が、 来たらまあそこそこな出来高だよねっていう風うなことっていうのが分かりますけれどもまあ2万枚じゃなくてですね2万5千3万枚がですね上限になるのかはたまたですね4万枚になるのか4万5千枚になるのかっていうのはこれ誰にも分かんないんですよね市場にどれぐらいの人が入ってくるかってこれ分かんないですよねだってビットコインってまだまだあの新しい市場なのでその新しい参加者っていうのがこうデアーって流れ込んでくるわけですよね値段が上がってくるとねでまあどれぐらいですね分かんないかっていうとですねこれはですね2020年の1月から2021 7月までのでののすね CME 出来高っていうのをですねちょっとまあ原月を絞ってるんですけれども特定の現月の中でじゃあどのぐらいの分布があったのかっていうのを調べてみたんですけれどもこれ件数ですねで例えばここにあるのはですね1000から2000ってなってますけど例えばこれっていうのはまあ1日1000から2000枚だと 日っていうのがですすねあの繰りり返しになりますこれは限月絞ってるので、出来高見てらっしゃる方、うんって思われる方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、あのこれは特定の限月で調べてますので、ちょっとそこはご了承ください。はい、で、まああの、1000枚から2000枚の取引の日っていうのがです、ね、どれだけあったかっていうと、まあ、これ6日間。 だけなんで、すよねで逆に、例えばですよ、1万8000枚を超えた日、こんな風にですね、いわゆるまあロングテールっていうか、件数としては小さいんだけれども、対象の言葉ってテうのはどんどん増えていくっていう、まあ、ロングテールっていう風に言いますけれども、まあ、同じような形でですね、CM の出来高もですね、この上の方がロングテールになっているっていうか、どん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 ですね、3万1000枚の時さえあったりとかですね、で、ただこれが3万1000枚が上限かって、これ誰にもわかんないんですよね。はい。で、ひょっとしたらですね、これは将来的に10万枚いくかもしれませんし、どうなるかわかんない。で、事実、 こういうふうに分布としてはですねまあロングテールの形状になっているということなわけですねまあだとするとですね上限値っていうのはですねまあなかなか読めませんということなわけですよそれよりもどっちかっていうとこっちを見た方が何か役に立つんじゃないのかなということなことをですねちょっとお伝えしたいわけですねですから出来高が跳ねたポイントはまあ跳ねていいんですよでみんなが見ますんではいただ本当 本当に見るべきはみんなが見てない、時ですねみんなが見てなないみんがビットコインの話をしていない、ビットコイン忘れた、もうビットコインは死んだとかですね、みんなが言ってるタイミングで、そういった時にどれだけ仕込めるかっていうのがね、えー、ビットコインのですね、もうパフォーマンスを決めてしまったりするっていうのは、もう皆さんもご存知の通りだと思うんで、はい。なのであの、みんながですね、見てないタイミング、つまり出来高がですね、もうキューッと縮んでるタイミングですね、はい。そこを見てやった方がですね、次の変化を捉えすいっていうのはありますね。ということで、事例なんですけれども、 もうこれはですね、2020年の1月からですね、ずっと CME のですね出来高、まあ、これあの特定の限月になりますんで、あの全部の限月合わせてないんで、で、こちらの方は CME のですね出来高っていうのをちょっとまあ簡易的にね、集めて、こちらの表情してやったものになるんですけれども、これ見てやるとですね、大体ここがですね、 4000枚ぐらいですね。4000枚ぐらい。シェードかけてるところっていうのは直近の移動平均ですね。ですから、まあ3日間なりですね、5日間なり、1週間なりですね、まあ別に2週間でも、まあ好きなあのパラメータであのしていただいたらいいと思うんですけれども、特定の日数で、その移動平均線で持ってですね、出来高の平均値を取ったものになるんですけれども、それが例えば4000枚を切ったタイミングですね。まあ別にこ,これもですね、3000でもいいし、5000でもいいしですね、まあ何,何でもいいんですけれども、とりあえず4000で区切ってみたんですけれども、 4000で区切って、その移動平均線、出来高の移動平均が4000枚を切っている期間っていうのにこうシェードをかけてみたんですね。で、シェードをかけてみた期間って、これも明らかにこれが終わった後って、カーンと動いてるんですよ。 で例えば、あの新型コロナでですね、ビットコインが激落ちしたタイミングっていうのも、まあ、ここでですね、出来高が停滞をして、その後、ズドーンと落ちましたし、まあ、3500ドルぐらいまでね、ビットコインが落ちましたけれどもで、その後、ビットコインの方が、まあ、あの、アメリカのね、この QE といいますか、その量的緩和政策だったりとかがあって、伸び始めたタイミングっていうのも、まあ、出来高が低いタイミングが終わったらですね、こうスポーンと上がって、出来高が弱いタイミングが終わったらですね、またスポーンと動いてっていうのがですね、まあ、結構続いてて、究極はですね、この10月ぐらいですよね、 2020年の10月ぐらいですけれども、出来高の方がシュリンクしてたタイミング。 で、それが終わった瞬間どうなったかっていうと、もうビットコインは1万ドルからですね、6万ドルまで吹っ飛んでたと。まあ、そういったようなことがあったわけですね。で、現状でどうなってるかっていうと、まあやっぱりビットコインの出来高がですね、苦笑してたタイミングがあって、それが終わった後に跳ねてるっていうことですね。で、最初に言いましたけれども、じゃあ出来高はですね、その値段の方向性は教えてくれないというふうに申し上げましたけれども、これ値段だけ見たらこれ一緒ですよね。これ動きね。ビットコインが天井をつけて下落し始めました。出来高が落ちました。で天井をつけました。落ちました。出来高、 弱いです。じゃあ次どうなりましたか今回は上がりましたこの時は下がりましたで上がるか下がるかは分かんないっていうのはねこういうことですねはいなのでそれを見つけるにはもうちょっとまた別のね要素っていうのを重ねてやる必要があるんですけれども、まあ、あとは出来高を使うメリットっていうのはこれはもうあの定量できるってことですねあの数字ができるんで誰それが何々をしたとかですねどういったニュースが出たとかっていうのはこれ数筋にできないんですよただ出来高は筋にできますんで一覧のデータをですねこうスプレッドシートに落としてやって出てきた数字っていうのをフィルターかけてやったらもう答えが出るんで、はい、もうそれがう できたかの魅力だということですね。はい。ということで結論としてはですね、できたかの低迷が続いたら次のアクションに備えようということでございました。はい。最後ちょっとご案内になります。あの今からですね、まあ、ビットコイン始めようと考えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますし、例えばこういった基本的なことっていうのを、まあ、どういうふうなことをやっていけばいいのかなみたいなことをね、考えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。で、2014年ですね、ほとんどあの話してる人いなかったタイミングだったんですけれども、まあ、そのタイミングにですね、ビットコインの生態系っていう動画の方を作って、 ですね、公開しましまたあの当時は、まあ、2000円ぐらいで売ってたんですけれども今はも無料にしてますんで、はいえー、よろしければです、ね、こちらの,こうあの動画の方をまた見ていただけましたら、まあ、ビットコインがどういう成り立ちで,です、ね、こう育ってきて今あの社会とどういったです、ね、こう関係性を持っていって ているのかっていうことがですね、ご理解をいただけるのかなと思います。あの2014年なんでだいぶ内容としては古いんですけれども、ただその根っこに流れるところってのは全然変わってないんで、はい、なぜビットコインが必要とされて、どういったところから流通し始めて、どういうふうにこう育って,ていくのかっていうね、そういったところというのはもう今と一切変わっていませんので、ね、はい、あの参考にしていただけるのではないのかなというふうに思います。はい、あのこちらのね、URL もしくはこちらの QR コードで、はい、あのこコースの方を無料で受講していただけますので、ご興味ある方はですね、試してみていただければと思います。ということで最後ご案内でございました。はい、ということで。 ですね。こちらの動画の方はあ10分でわかる。ビットコイン急騰急落前の癖ボリューム1。出来高で見るべきポイントということでえお送りをしてみました。はい。以上ですね。先取りでした。ありがとうございました。では失礼します。